どうもみんな、リングでございます。えー、今回はですね、リクエストいただいてたゼリー、新しいやつですね、やっていきたいと思います。ちょっと声きょきょ声が変ですか大丈夫ですかなんか今喋ってる感じちょっと違う。<laughs> いつも違うですけど、別に体調悪いとかではないですよ。はい。えー、こちらですね。字が薄い。<laughs> <laughs> 字が薄い。えー、DDA さんでいいんかなの、パウダーインゼリーというやつでございます。はい。こちら使っていきたいなと思います。リクエストいただいてましたんでね。はい。えーっと、まあ安定の乳白色系ゼリーということなんですけれども、まあ、乳白色じゃちょっとないかなって感じはしますけども、その辺は後で行ってきました。どういうものかってとこから説明しましょうかね。はい。ちょっとこれを見る前にどういうものか行きましょう。えー、パウダーインゼリーさんね、これね、今まで、 自分が、ま、リクエストいただいて、で、ま、リクエストいただいてから注文したゼリーですね。まだちょっとリクエストいただいて注文してないのもありますけれども、それはちょっと置いといて、実際に注文したゼリーの中では、一番ホームページで説明が細かいです。すっげえ細かく書いてあります、説明。なので、結構気合入ってんなと思いました。はい。えー、一応 DDA さんとホームページから書いてあるところを読むとですね、えー、従来品に対して動物性タンパク質は2.5倍。 乳酸カルシウムは2倍入ってる純国産ナンバーワンの昆虫ゼリーだと、えー、書かれておりましたああもうすごい自信ですね6年半の歳月と、えー、試作品を6ヶ月つけてつくっ使ってね、えー、作りましたと8000頭今まで育ててきてる、えー、ノウハウが詰め込まれたゼリーでございますということでした栄養素に関してはもうちょっとだけ細かく載ってますけれども一応基本的にはクヌギの樹液 の栄養素をベースにして、ちょっと足りひんなると思うところを足したというやつだそうです。一応効果としては、大人に食べさせて、その子が産む幼虫のオガの分解吸収性を高めるということだそうです。だから、幼虫の時期に食べる餌の吸収力を上げてやるというものになるようですね。 わかんねえな。わ <laughs> か今までどっちかっていうと割とね、成虫の卵を産むっていうことに関して、えー、サポートするゼリーっていうのは割と多かったですね。そういったのは結構見かけてたんですけれども、幼虫の餌食いに影響、まあ、餌を食った後の吸収率ですよね。そこに えー、メスを切り込んでいくという感じで、そういう説明が明確されてるのはちょっと今んところ初めてやったので、なかなか面白いんじゃないかなと思いました。はい。確かめる術はないですけど <laughs> はい。このゼリー初めて見られた、ゼリー動画初めて見られる方、あの、私、ゼリー動画使ってみたっていうのこうやってあげてるんですけれども、えー、カブクワにあげてるわけではなくてですね、爬虫類用の餌。 え、まあ要するにゴキブリなんですけれども、にあげてますんで、え、ちょっと正確なとこではないです。はい。正確な、え、評価はできておりません。あ,あくまでゼリーとして商品としてちょっと使い勝手とか、え、ちょっと匂いとか、まあゴキブリたちの食いは、え、ある程度評価できるかなと、え、思っております。はい。じゃあ早速製品の方を見ていきましょうか。あのね、ま、持った瞬間思ったのは、まずこれすごいこの袋薄いです。これめっちゃ薄い。今までで一番薄い。<laughs> ちょっと怖えなと思いました。なんか破れそうやなと思ったんですけど、でもちょっと嬉しい、このなんていうかね、見えるかな。ピントが、 来ない。来た。このチャック式になっております。はい。これはちょっと嬉しいとこかなと思いました。で、えー、乳白色ゼリーが今のところですね、いろんなゼリーやってきた中でやっぱ強いんですけれども、これ乳白色に見えるでしょ多分動画の中だと見えると思うんですけど、自分が今実際に生で見てる感じは乳白色ではないです。あの、ヤクルトの色。うん。ヤクルト、 もうちょっとだけけ白に近づけた色っっていうんですかねぐらいの色ですちょっと色づいてますね。これは乳白色ですかって言われるとちょっと違うんじゃないかなというふうには思いました。はい。ただまあ白系のゼリーという感じですね。早速行きましょう。ベロン。あ、いいね。この、この、ここ、ここ、これめっちゃいい。めっちゃいい。 そういっつもねここ切った後ねもう輪ゴムで留めるのめんどくせえから俺毎日使うやつなんでもうそのまにしてるんですよほんとたまにねポト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 ポと落ちてったりするんですよねもう不便やなと思ったんですけどいいですねさあ来ましたこちらのゼリーがアウダーインゼリーでございますはいえー、結構深めの、えー、皿ですねこれ自体はまあそんなにめちゃめちゃ柔らかいってわけではなさそうですはいしっかり深めのゼリーです じゃあ早速、えー、まず一番大事なんですね。ま、あ個人的に一番大事。ちょっと今日はあの、ハンカティーフが、ハンカティーフが用意できませんでしたんで。まあ、用意すればいいだけなんですけど、ちょっと、なかったんで。今日はちょっと、わかりやすくね。で、こっちの方が多分わかりやすいと思うんですよね。液体した場合。ね。ティッシュペーパー。オッケー、行きましょう。じゃあまず、フィルムから外していきます。ここね、大事ですよ、やっぱりね。あれあれ買った かってな買かて <laughs> 結構硬かった、今、最初。あの、一発、言ってからはそうでもないけど、一発目のここ結構硬かったよ、これ。<laughs> ちょっと嫌いっす、個人的には。これはちょっと嫌いだな個人的にはね。もうちょっと、あの、めくりやすい方が嬉しいなあとは思いました。うん。毎日使うものなんでね。さて、いきな行きましょう。多分これしないと思いますけど。あ、しましたね。 1> きだれ1滴しましたあーちょっとカメラやと全然わかんないかもしれないあーわかりましたねコーストと白が飛んじゃうけどこうカメラのカメラのこのマジックいきだれの場所がこうないでしょないでしょ定時なーっつってないでしょないでしょ定時な <laughs> まあカメラの設定だけですいませんねはいということであ今ちょっと軽く振ったら、えー、こんな感じで2滴見えますかねちっちゃい近づけたらダメだねはい 二滴、ちょっと落ちました。はい。あれ戻らなくなっちゃった。はい。二滴落ちましたんで、まあ、それぐらいの液だるという感じですかね。まあ、でも、見た感じほぼしなさそうやなと思ってたんで、意外でしたね。そんなに気になるほどではないかなと思います。全く液だれしない方がいい方は、えー、これは注意された方がいいかもしれませんね。匂い行きましょうか。匂い。どんな匂いするんでしょうね、これね。あー。あのね、これ、 あの、主成分の中に、濃縮バナナ粉末って書かれてたんですよ。明確に書かれてありました。使ってますって書いてあったんですけど、バナナです。がっつりバナナの匂いですね、これは。バナナシェイクの匂いです。はい。まあ、そういう匂いになって今までもありましたよね。<laughs> この匂い自体は別にびっくりするはずです。バナナシェイクの、えー、甘い、いい香りがしております。はい。人間が嗅いでもそんな不快な匂いではないですね、これ自体は。 うん、結構いい匂いだなと思いました。今パッと匂いだ感じで。うん結構いい匂いでしたよ。という感じでございましたね。はい。で、今回から、えー、いつもゼリースプリッターつく代わりにこういうなんでバスバスと切ってるんですけれども、切っていこうと思います。切って。それもお見せしようと思いました。まあ実際50個使った後の感想で言うんですけど、まあ実際切ってみてね、やっぱり。どうなんかってところを。よいしょ。 あッツアッつ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 ちょっと俺の切り方が今下手くそだったかな下手くそでしたねだいぶでもこんな真ん中ブリーになるこというもであんまなかったけどねちょっと真ん中は今失敗えでもこれ失敗したのかな俺今切んのもともとこの真ん中にちょっとこうくぼみのあるこういう感じやったもしかして ゼリーを固めてる方法のせいなんかなごめんなさい、いつもね、同じようなやり方でやってるんですけど、こんなことならないんですよ。真ん中だけこうグリッて削れることないんですけど、なんかすごい綺麗に真ん中だけ削れましたね。もしかしたらこのゼリーを作る工程の固め方でこうなってるのかもしれないです。もしかしたらね、これはちょっとこの後、 あの、いきなりここで何個も試さないです。ごめんなさい。それちょっとさ、もったいないんで、試さないです。ここから、えー、50個頼みましたんで、50個使っていく中で、えー、本当にそうなんかっていうのを確かめながらやっていきたいと思います。うまく切る方法とかね。とりあえずここについてる、カップについてるものはこうやっても別に落ちない、えー、ものですんで、割と使いやすいかなという気がしますが、こう真ん中毎回こうなるんやったら、ちょっとそれはゼリースプリッターとかこういう切るものを使われてる方は使いづらいかもしれませんね。はい。じゃあ早速、えー、皆さんには50個使い終わったところで、 えー、飛びたいと思いますんで。はい、じゃあ早速50個使ってきます。めっちゃ反射してますけど。<laughs> パウダーインゼリー、使い終わりました。いや使い終わりましたね。長かったね嘘です。<laughs> ナチュラルに嘘つきましたけども、単刀直入に言うとね、まあゼリーとして単刀直入に言う場合は多分クイだけだと思うんですけど、クイに関しては、来たかもしれない。うん。これはね、 まあ今まで、白濁系のゼリー、プロゼリーに対して、なんかトントンみたいな言い方をしてましたけど、まあ一世のでで比べてないですよ。一世のおででは比べてないんですけど、これね、過去最高かもしれへん。この子、このゼリー、パウダインゼリー、食いに関して言えば、めっちゃ食べたね。大 <laughs> 体ね、まあ、デュビアはもう体食感で数もいるんで、あんま当てになんないんですけど、まあレッドローチですよ。 数はいても一匹あたりに食う量は少ないので、うちやと割とね、あと、え、あげてるゼリーによって、食いぶらすごい、おっきいなっていうのは個人的な印象なんですけど、すごい減ったね。このゼリーはめちゃめちゃ減りました。もう置いた瞬間からのガッツキもすごいし、その後の、減りもすごい。うん、なんで、これはめちゃめちゃ食い、いいと思います。多分過去最高なんじゃないかなと。一世ので比べたらかなりいいんじゃないかなと、個人的には。 思いました。だから、いだけで言えば、エクサレント。素晴らしいんじゃないかなと。で、問題はですよ。残念ながら悔いと両立ができねえんだ。<laughs> まず、えー、前半部分でお話ししてたフィルムの剥がしづらさ。これもずっと隙きまといます。えー、いつぞやのゼリーで言ったみたいな、こう、フィルムをこうね、ペリペリペリっと剥がすわけですが、剥がすときに下のゼリーがついてくるんですよ。どんだけ頑張っても。なんか表面なんかデコボコみたいな。 で、結構硬いです。やっぱ一発目の、一回目のここの、一ペリ、一ペリ目が、かなり硬い。これ結構使いづらかったです、正直。正直開けんのだいぶ苦痛でした。特に前回の乳酸パワーゼリーが非常に開けやすかったこともあって、めっちゃ開けづらいなと思いました、これ。うん。正直だいぶマイナスっす、これ。<laughs> でも、それを差し引いても、もっとマイナスやったところがあるんですよ。えー、動画の中で、今回珍しく動画内で半分に俺、ハサミ使って切って、 切った時に真ん中部分がチュルンと落ちましたよね。俺はもう結構前の動画で、あの、撮影したのは前ですけれども、皆さん今前半に続いてたから見ましたよね。真ん中部分チュルンと取れましたよね。真ん中だけじゃ、まあ、真ん中は割とそうなりやすいんですけど、この後使った50個すべてああいう状態でした。真ん中以外の時はなっててきましょう。大体真ん中です。なんていうんですかね。まあ、これがゼリーやとしたら、今までのゼリーってのはこう、ゼリー自体でこう固まってたんですけど、この固まりが弱、弱いっていうのかな。 な,なんだろうなこうこのゼリーが何個かに分かれてるみたいな感じっすね5個か6個ぐらいの塊に分かれててっていう感じですだから多分実際は分かれてるわけじゃなくて1個の液体を入れてこう徐々に徐々に固めていくんやと思うんですよこれをねゼリーとしてこう固めていくんやと思うんですけどまあ氷じゃないですけど固めが甘いのかな固め方がやからちょっとちょっとずつそのゼリーとしての結合が弱いとこがあってそれが結果的にこう切ったりとかした時にちょっと斜め向けとチュルンと落ちるんじゃないかなともうね切ったりすると ぐぐちゃぐちゃゃになるんですよ本当にまあ例えば表面が断面が綺麗なゼリーの表面をこうぐちゃ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 ってしたみたいな感じに汚くなりますすんごいぐちゃぐちゃになりますでもジュルっと落ちたりとか、ね、しょっちゅうですねで多分真ん中が前半みたいに綺麗に落ちたってことは真ん中が多分一番最後に固まるとこなんでしょうねだからそこの固まりが弱いから真ん中が一番つるっとなりやすいってことだと思います これはね、ちょっと今まで、まあ自分そんなにたくさんゼリーを使ってるわけじゃないですかまあそれなりでもゼリーのこういうレビュー動画っていうのを上げさせていただいてる中で、初めてですね。これは今なかったです。こういうゼリーっていうのは。ちょっとね、だからこれがね、もしかすると、まあこのゼリーの名前はパウダーインゼリーというゼリーなわけですけども、パウダーインって言ってるわけですよ。ゼリーの中にパウダーインってどういう状態って思いますけど、これのせいで固まりづらいのかなと思ったりもしました。 逆に、逆転でね、考えて。パウダーインゼリーという特性上、なんかゼリーやのにパウダーインって言ってることよくわからんこのゼリーね <laughs>。普通のゼリーとちょっとちゃいますよってところで、それが入ってるがゆえに、え固まりづらいのじゃないかなという予想です。あくまでも俺個人の予想ですけどもね。ちょっとね、切って使う人には向かないと思う、正直、かなり。 まあ、この間ね、の動画でちょっと言われたんですけど、ゼリースプリッター使うときにはこう、フィルムついた状態で切りますよとかね。まあ、そのフィルムに切り込み入れるっていうタイプで使ってる方はまたちょっと別ですけど、その方とか全然いいと思うんです。フィルムついた状態でゼリースプリッター切りますよって書いてあって、あーそれやったらまた、ちゃうのかなと思ったりもしたけど一瞬。でも、そうじゃないですよ。例えばね。まあ、こういうやつでこう、 切った時に、まあ、ゼリースピッターで上から切ってもいいですよ。切った後、この刃を抜いた後の、これをだからこう二つに分ける時に、ツルッと落ちるわけですよ。ドロドロ、ぐちゃぐちゃのやつはね。なので、まあ、結局、フィルムついた状態でも何でも一緒ですね。フィルムの開けやすさだけの魚っていう感じがします。それ、やった場合でも。なんで、切って使う方は、うーん、あんまりちゃうかなと思うんですよ。なんかもったいないですよね。まあ、別にその落ちてるやつは床材に落ちて、それを食べてくれとったら別にいいんですよ。別にいいんですけど、カブクってそんな、 ゼリーすげえ減るぐらい食べますゴキブリ立っち,ちゃったら多分一日で一瞬でなくなりますけど、株価やとそうでもないと思うんですよね。そうするとそのゼリー落ちたやつ回収せんといかないでしょめんどくせえよね <laughs>。めんどくせえなと、あとも切った葉もぐちょぐちょになるし、うーん。ちょっとなぁ、まあこれがあるからこそこのゼリーは食いがいいんだって言われてしまえばそこまでですよ。だから食いを取るか、そういったところちょっと若干の使いづらすみたいなところを取るか、 うん悩ましいところかなと思います。もう食いだけで言ったら今回のこれマジですごかったです。相当貯めたと思います。うん。ぜひとも、せーので比べてみたいなと思いました。俺がもっとすごいたくさんの数買ってたりとか、カブクワをブリードしててすごい数いたりするんやったら、パワー、あのー、 プロゼリーと、これと、なんかみたいな感じで、こう、一世ので、ぜひとも比べてみたいなと思うぐらい。それでも、抜きんでるんじゃないかなと思うぐらいに良かったです。体感でね、あくまで。<laughs> あくまで、これだからあげて、うちの子は全然食べませんでしたって言われると責任取れないので、あくまでもうちのゴキちゃんにあげてる体感では、かなり食いがいいんじゃないかなと思いました。はい。 <laughs> いいとこだけで終わらねえとこはまたあれなんですけれども、えー、食いがいいゆえに、ちょっと悩ましいとこもあったかなと思います。その辺が気にならない方は、えー、全然頼まれてみてもいいんじゃないかなとは思いました。ぜひ、はい、とも体感していただけるといいんじゃないですかこの食いの良さ。<laughs> お店の人みたいになってるから、危ないね。はい じゃあ、えー、今回はこれぐらいにしたいと思います。またね、えー、次ゼリー動画、もういっぱいリクエストいただいてます。本当にありがとうございます。すごいたくさんリクエストもらってるんですよ。順番に、順番に消化していきますんで、もうすでに次スタンバってますんで、えー、そちらの方また次使わせていただきますんで、えー、リクエストしていただいてた方は気長にお待ちください。はい、じゃあ今回はここまで見ていただいてありがとうございました。まあという方は何か別の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。